きつくすよね。あやのましろです。この度7月1日にロスで行われるアニソンワールド祭りアットアニメエキスポ2017に出演することが決まりました。ジャパンスーパーライブ、とっても楽しみです。私の楽曲の中ではデビュー曲も、そしてテレビアニメ「ステイナイト」のオープニングテーマにもなっている「アイディールホワイト」が特におすすめです。ライブではこの曲はもちろん他の曲もたくさん歌わせていただくので、皆さん一緒に盛り上がりましょう。2年前にもアニメエキスポ出演させていただいたんですけれども、その時まだ2回目の海外で何も分からなかった私だったんですけれども、すごく皆さんに温かく迎えていただき、すごく楽しむことができました。オフタイムにはサンタモニカのビーチに行って、初めてジェットコースターにも乗りました。すごく怖かったけどいい思い出です。今回もいっぱい楽しみたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。というわけで、また7月1日にお会いしましょう。綾野真城でした。